続いては二階堂さんの VTR です。止まったよ。止まったね。降りてくからダメだよ、動いちゃう。大丈夫かな。うわ、降りてきたじゃん。どうしよう。マジ？ちょっと大丈夫大丈夫。これね、いいアプリがあるんだ。アプリ。おい。やばいやばい。絶対窓開けちゃダメだよ。おい。これで。これ汚い。何何何何何。何大丈夫？大丈夫大丈夫。これマジマジ。防犯ブザーっていうアプリで、Bluetooth にもつなげられるから、で音出してちょっと周りの人の目をね注目させれば大丈夫。なるほどね。怖かった。恥ずかしさ倍増。怖かったやばいな。大丈夫だよ。怖かったマイコは俺が守るから。顔から防犯ブザーって。これ守る。俺じゃねえんだと。一般女性の得点は18点です。そして3人の審査員の皆さんの得点は2点8点9点ということで、総合得点は37点です。暫定2位となりました。ということで玉森さん68点以下、二階堂さん、宮田さん、北山さんというふうに続いております。宮田さん窓全開でしたね。ダメよ。あれって窓いっぱい開けちゃいけないんですか。ダメよ窓。それは知らなかったな。挑発的な態度じゃなかったっていうのはすごく素敵だったと思うんですけど、窓開けちゃうのは手出されたら多分彼女もびっくりしますし、怖いかなっていうので4点。さあ二階堂さん、これは、ウイカさんが9点だとりました。いや、これめちゃめちゃ素晴らしいなと思いましたね。まずこう絶対ダメだよ動いちゃとか、まず安全を確認して確保してくれるところ、あとブザーっていうなんか古典的だけど、なんかそういうことを常日頃そういうことがある時のために備えているという、備えに対しての高得点ですね。なるほど、うん、まずあの後のなんかごちゃごちゃ言ってる俺が守るからっていう打足がなければ10だったなっていう感じですね。なければよかった。